どうもドーリグンです。今回は栄冠クドスと栄冠9、何が違うのか見ていきたいなと思います。一つ目はガチャ要素と、サクセスキャラです。今回のこの栄冠クドスには課金要素があり、この課金によってパワポロくんのキャラが登場できるようになります。そして栄冠9にもあった転生 OB や転生プロも期間限定ですが出てくるらしいです。多分ガチャだこれは、キャラ専用のパネルが追加されており、パワーターももしかしたらですけども、課金でゲットしたキャラのパワーターが解放されるみたいな、そういった仕様になるんじゃないかなと思います。そしてこのガチャで出てくるサクセスキャラなんですけども、サクセスキャラは性格がまずは固定されているようです。占い師で変化できるとは思いますが、まず入ってくる、入学式で入ってくる、時は絶対にこの性格っていう風に、決まってるっぽいですね。あとはこの超固有戦力や、出現率アップの部分にマシン打撃があったりと、ま、ガチャで強いねキャラをね取れば取るほど、自分の練習効率なり、戦術なりが広がっていく、ま、経験点アップもなんかキャラ固有であるっぽいんで、まあ、要するにいいから課金しなさいと言わんばかりのね、ガチャ要素となっております。続いては、新入生についてです。スカウトを含めた通常の入部は7人、ガチャのキャラが3人、そしてマネージャーが1人となっております。ガチャマネージャーはマネージャーパネル限定で登場、あとは新入生の基礎能力を上げるなどの能力があるとのことです。通常時はいつものあのモブのマネージャーが入学してきます。多分やつもいます。3つ目はライバル校の設定です。新入生を見た後に設定が可能となっており、相手チームにサクセスキャラが登場するとのことです。毎年選べるのか、自分のチームの総合力と比例して強くなるのか、ちょっとそこら辺のまだ情報は不足しておりますので、随時発信していこうかなと思います。4個目は成長版です。新要素の成長版、条件を満たせば練習効率アップや特能取得のパネルをゲットできるらしいです。ここでちょくちょく出てるんですけども、特能取得のパネルとか、なんかサクセスキャラが特能取得のなんか、マスを持ってたりとか、なんか特能の取り方も若干変わってきてるのかな。特訓以外でも、特能が意図的に取れるようになってるんじゃないのかなと思います。そして試合進行です。試合の初めに戦闘力、総合力をね、計測できます。でコンボパワーで、総合力がアップ。はじめは怒り兄弟コンボとかが強そうな予感がしますので、 PSR の怒り守る怒り進むくんを絶対取るべきなんじゃないのかなと思います。注目選手は撤廃されており、代わりにパワーフェスのような注目ができるようになりました。栄冠9では選手一人一人、個々を強くしていこうっていう感じだったんですけども、多分今回の栄冠9クロスドードではチーム全体を育成していきましょうねっていう概念がさらに強くなったんじゃないのかなと思います。以上新情報でした。栄冠9クロスロードが出るまで月曜日、水曜日、金曜日、合計3本、動画を上げていこうかなと、考えておりますので、よかったらチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。それでは皆様、今日はここぐらいで終わりましょう。グッバイ。